これが前半の佐藤の先制ゴールのシーンです。非常にこう落ち着いたプレーを見せてくれましたよね。はい、まあ、予想外にコロコロと足元に転がってきたような。そうですね、若干強度のディフェンス陣が、まあ、気を抜いたというところはあったかもしれないですよね。はい、これ特に前半はこのクロスへの対応、うん、守備どうなってるんだという話もありましたけれども、そうですね、後半はあんまり、うん、まあ、あのクロスに対してというところも含めてなんですけど、はい、ディフェンスはすごく良かったと思いますよね。ですよね、まあ、クロスまで持っていかせなかったみたいなところがありますもんね。はい、そしてこれはその佐藤の先制ゴールの直後、藤原がいいシーンを演出したところです。逆に京都の前半、これがもしかしたら唯一の前半のいい形だったかもしれませんが、大黒が落として山瀬が打っていくという、はい、前線でボールを収めることで、はい、まあ、2列目の選手が上がってこれますからね。そうですね。そしてこれが大黒の惜しいシュートでした。いいトラップからシュートですよね。はい、ああいうところ大黒選手、こうボールを収まった後の動きですよね。そうですね。逆にこの内田達也が高いところで奪ってリンスに預けて、でリンスがコントロールショットを見せる。そうですね。はい、まあ、一連の内田選手のあのボールを奪う位置ですよね。はい、素晴らしいものがありましたよね。そうですね。そしてこれが京都の同点のシーンでしょうか。途中から入った伊藤はこのちょっとブレ玉気味の、そうですね、無回転の強烈なシュート、さすがの東口も弾いたところ、詰めた横谷が押し込んで同点。まあ、サイドに分かった瞬間も仕掛けに入りましたからね。はい、まあ、そういう仕掛けっていうのはすごく大事ですよね。はい、熱血感、バドゥ監督のリアクションもご覧いただきました。これで追いついた京都、そしてプレシーズンマッチながらどちらが勝つんだという、まさに試合終了間際、この佐藤のね、もう一歩というところでしたけどね。はい、ただ本当にらしいプレーが最後まで佐藤は一貫してあったという。そうですね。はい、そしてリンス、これ角度をつけてのシュートだったんですが、シュートフィットしなかったですよね。はい、シュートまでは本当に良かったんですけどもね。打つ体勢までは良かったんですが、そうですね、最後の最後というところでありました。試合終了後のスタッツです。こちらは公式記録に基づいたデータになっています。シュート、コーナーキックではガンバ大阪が京都を上回りました。フリーキックは、まあ、低い位置で蹴り出すフリーキックも含めて京都の方が多かったというところです。オフサイドはほぼ互角、カードはなかった開幕前最後の実戦ということになります。